なんだけども、グーさんかわいい、ありがとうございます。見てちょっとね、編み込み、さっきね20秒くらいで編み込みやったの初めてだから、ちょっとね髪を取る量間違えちゃって、ちょっとね左右の比率がおかしいんだけど、ちょっとお気にせず、お気にせずでね、ちょっとリボンをつけてみたよどうでしょう、なんか昔一回つけたことあるんだけど、いや普段ねリボン全然つけないから、ちょっと新鮮な気持ち、変じゃないかしら。グーさん、なっちゃん祭りだ、ありがとう。イデシさん、あ待って、ありがとう。インパクトさん、アジャさん、ナマキュン、シュンヤくん、ありがとう。リリカちゃん、うまっ、やったなっちゃん、かわいい、ありがとう。アジャさん、似合う、ありがとう。カンブさん、ありがとうございます。あ、変じゃない、よかった、バチバチに似合ってる、あー嬉しい。そう、つけてみたよそう、リボンをつけてみたよ配信と、見て、かわいいお洋服が届いたよ配信。いや今日ね、配信するのさっき決めたんだけどね、ちょっと急にやりたくなりましたので、どうしよう、価格、ほよし、キュートなのも似合う、やったやった。いや初めて、なんかね、新鮮な似合ってる、やった。ひできさん、またありがとうございます。カーネルさん、かわいいよ、ありがとう、似合ってる、ありがとう。まきまきさん、長田子まめっぷしさん、あ、まめっぷし、長田子ありがとう、かわいい、やん、嬉しくなったゴーさん、こんにちは、やった、たくさん褒めてくれて嬉しい。マメプシさん、ハートありがとう、本当にかわいい口大きい、嘘、あ、こっちかめっちゃ可愛くないですか。インパクトさん、尊い、ありがとう。 T シャツね、これね古着なんですよ、だからね一着しかないんだけど、もうねなんかサイトで買ったんだけど、可愛すぎて一目惚れで、なんかちょうどセールやってたから安かったの、もうね買うしかなくてね、買っちゃった、すぐ届いて、もうね幸せです。ひぐみつさん、かわいい、ありがとうございます。え、ねめっちゃかわいいでしょ。みけさん、つたつた、え、ねえあー、めっちゃ急いでお風呂入ってきた。ゆうちゃん、ありがとう、あるるるまえちゃん、かわいい、ありがとう。しゅうたさん、尊い、いやん、 T シャツのセンスがいい、やった、ね、本当に可愛いでしょ。あのね、なんかちょっとレトロなやつらしくて、80年代かなんかのね T シャツです。なんかね、メンズの L サイズか XL だからワンピースサイズなんですよ。思ったより大きくてね、びっくりしたちーさん、ありがとう。クラゲタン、可愛い、ありがとう。三角さん、三角っちかわいい、ありがとうございます。きほちゃん、しゅうちゃんの声好きです。おー、ちょっと今ね声がね3トンくらい高くなってしまっている、まずいももたん、長田子、長田子こうか、あじゃさん、長田子なっちゃん、ハートありがとう。アーロンブーンさん、千万円、ありがとうございます。マナメロンちゃん、かわいい、ありがとう、かわいいね。あー、皆さんいっぱい、エイコータン、タンになってる、かわいい、やった。カカロさん、ひまわり、ありがとう。ヒロくん、ありがとう。マサユキさん、ありがとう。そう、今日ちょっと今日テンション高い、あのね、ていうかね、配信ボタンを押した瞬間にテンションが上がりました、イエイT シャツセンス大好き、やった。いや本当にね、もうね、もう本当に好きすぎてね、なんかもう気づいたら買っていました。藤抹茶さん、かわいい、ありがとう。みおさん、ありがとう
愉快と、そう、世界に一つらしい、やったやった。なんか絶対多分これ人気だろうなと思ったんだけど、なんかゲットできたの。本当に可愛い、あのね、本当に可愛くてね、もうね、とても幸せ。ピッコリーノ、あ、ピッコリーノ長田子、ひなちゃん、ひなちゃん祭りだありがとう。ちひろちゃん、はーたん、ありがとうニコニコ丸顔はーたん、乗っていこうピカチュウさんいや、ありがとうございます。オーバーサイズ好き、そうなの。なんかオーバーサイズにね、身を包むとね、なんか安心するんですよ。わかりますか。チキン南蛮さん、こんばんは、こんばんはと、中世和樹さん、ブーケありがとうございます。そうさん、かわいい、ありがとう。そう、イラストがなんかね、チーズって書いてあってね、ほう、見えるか、多分写真撮ってるんだよ。めっちゃかわいいの、本当にかわいいのメンズ、そう、メンズなんですよ。私めっちゃ昔のコメント読んでる、これヒロさん、いや、ありがとう。オーバーサイズめっちゃ可愛いでしょなんかね、なんかネットで買い物したらね、絶対にオーバーサイズしか届かなくてのもんがくん、ありがとうございます。よし、ちょっとコメント飛ぶぞ。のもきゅん、ハートありがとう。かかろさん、長田子よし、じゃあでは、コメント飛びます。パツ、そう、今日もね、パツンにしてみた。なんか前髪こっち、いつもこっちだけだからね、ちょっと今日こっち耳出してるからパツンにするかってなったもえちゃん、ハートありがとう。あ、戻った。よし、ちひろちゃん、だるまありがとう。だいちゃん、アイスありがとう。藤抹茶さん、長田子と、ケブさん、ハートありがとうございます。まさきくん、あ、ありがとう、ハートありがとうという感じ。あ、ちのちゃん、ちのちゃん、ひまわりありがとうございますと、なんかリボン大丈夫、なんかね、しかもね、多分つける場所違うんだよ、これだから、なんか多分すっごい変かもしれないあ、待って、イヤホン出してしまったので。そう、あのね、そう、髪茶色に見えるよね、なんか光かな。今日ね、ちょっとだけ写真撮ったんだけどね、なんかめっちゃ髪茶色くなった。今日ケーキ食べた。あ、いいな。だ、私もケーキ食べた。チョコケーキを食べました。と、これはいつのを読めばいいんだろうか。よし、戻ろう。なんかね、そう、前回、あのイヤホンが壊れたよっていう話をねしたんだけどもね、イヤホン新しいのゲットしたぞ。もうイヤホン買い替えすぎてしまっている、やばい。なんかね、イヤホンって結構寿命、私の使い方悪いかな。でもね、なんか前回はどっかでちょっと落としちゃって、あ、うん、なんかこの間まで使ってたのがね、急に片耳聞こえなくなっちゃって、だから新しいのを購入したんですけども、なんかね、ちょっといいやつを買ったのよ。でもちょっと耳がね、まだ超えてないから、あんまりね、音質がね、あ、なんかいいなくらいしか分かんなくて、これでええんか。ひなちゃん、長田子ありがとう。バンキュンさん、バンキュン犬、あ、違う、クマか、これありがくんは、ありがとう。リボンめっちゃ可愛いですね。やったやった。ヤマさん、長田子ありがとう。
やばい。でもなんかね、今年からちゃんと日傘をさして歩くようになったのよ。だからね、きっと日焼けだったらどうしよう。なんだろう、色素が薄まって、そんなことしたかな。なぜだ、光の加減かもしれない。クリームソーダのチロルチョコ、私も食べたんですよ。あのね、めっちゃ美味しいの。皆さんもちょっとぜひ食べてほしいんだけど、あのね、なんかチロルチョコにクリームソーダ味っていうのが出てて、なんかね、パチパチキャンディー、なんだ、パチパチする粒が入ってて、なんか楽しかったんですよ、食べてて。あとね、めっちゃね、クリームソーダの味でね、いいですよ。あやさん、ありがとう。萌ちゃん、長田子。声枯れてるだよね、なんか声がね、なんかもっとお腹から声を出した方がいいぞって声をしている今。カラオケどうしよう。ひほちゃん、長田子。なんかね、一応イヤホンあるんだけど、私なんか最近歌えるかな。アーロンブーさん、ありがとう。あ、ミラーボールだ。どうしよう、サングラスない、サングラスがない。イエーイ。ペンライトもないです。えん、モリーちゃん、長田子、ありがとう。クロワッサン、うわ、タワー、ありがくま、タワー、ミラーボール、うわ。ちょっと読むぞ、読むぞ、読むぞ。タワー、ちょっと書こう。栄光タン、祭りだ祭りだ祭りだ。ノムキュン、ひまわり、ありがとうございます。え、チェキ当選した、おめでとう、ありがとう、嬉しい。そう、昨日のね、さやちゃんのツイート見たかい、皆さん。さやちゃんにね、チェキをね、プレゼントしたの。さくちゃん、あ、お久しぶり、元気かい、元気かい、元気かい。つちさん、かわいい、ありがとう。タワー、よし、書く、書きます。ちょっと待ってね、あれ、これかな、よいしょ。乾燥してるのかな。何歌おう。あ、カカロさん、ミラーボール、ありがとうございます。歌う、どうしよう。なんかね、多分最後にショールームで歌ったのが半年くらい前なんですよ。なんかショールーム、なんか皆さんの前で歌うの怖くてね、ちょっとどうしよう。スパイトさん、1000万円、ありがとう。どうしよう、歌えるよ、ちーたろうなら。よし、じゃあ歌うか。あ、今日1時間しかないから、あとどんくらいだろう。三角さん、あー、ありがとう、藤本さん。あよし、書くぞ。ちょっと今日あんま時間ないから、よし、時間配分をしっかりと。わー、ありがとうございます。喉痛くないんだけど。あ、まだ20分しか経ってない、余裕だ。みな、あれ、喉ね、痛くないんだけど、今日はね、ちょっとあんまり人と、あ、喋ったか、声を出していないからね、歌えるかな。何歌おう。無観客の時歌うまくなってて感動した、嬉しい。なんかそう、なんかあの無観客ライブの日はね、ちょっと歌頑張ろうっていうか、歌もっと冷静になって歌おうと思ってね、冷静になって歌いました。喉やっぱ枯れてるかな、どうしよう。書くぞ、書くぞ。今日大人っぽい、うわーい。千尋ちゃん、ん、クロワッサン、待って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 、ないない、これ違う、髪間違えた。何歌おうかな。歌うの久しぶりすぎて、なんか 1A とかで止めるかもしれない。あー、ぜひ、待って、前回書いたのが。皆さん
近何してましたか？クロワッサン、クロワッサン、クロワッサン、クロワッサン。どうしよう、今日何買ったかな。クロワッサン二号絵シリーズと、なんかシリーズ、あ、夏8月なので、何書こう。アニがクマ、アニがクマタワー、え、どうしよう、何書こう。じゃあ渾身の、渾身の、渾身の永田しおり、めっちゃ綺麗に書くね。めっちゃ、あ、無理、めっちゃ丁寧に書くね。長田、あ、全然汚い、しおりに、クマも書く。あ、どうしよう、全然汚い。よいしょ、クロワッサン、アリがクマ、これはちょっと頑張って書いた長田しおりです。ちょっとあんま綺麗じゃないけど、ありがとう、感謝、ありがとう。よし、あんま綺麗じゃない、ごめんなさい。三角さん、これは三角っちと書こうかな。三角っち、綺麗、あ、やったやった。よし、三角っち、三角っち、三角っちでいいのでしょうか。どうしよう、アリが、アリがクマ、あ、あれ、よし、お仕事してました、お疲れ様です。モリちゃん、あ、クマ10個ありがとう。ちょっと特別、どうしよう、クマ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 、ありがとうございます。森ちゃん、ありがとう、森ちゃん。あ、指ハート久しぶりにした、勉強してた。あ、私も今日ね、めっちゃ勉強してたよ。めっちゃでもない、なんかね、そう、今週、いや今月ね、ちょっと勉強頑張る人になっています。よし、また渾身の永田しおりを書く。あ、汚い、長田し、あ、汚いぞ、し、お、し、あ、汚い、机の上で書くべきだったよいしょ、三角っちありがくま、ありがとう、これはありがくまですありがとう、永田しおりより。今日の前髪超かわいい、嬉しい。なんかね、前髪最近ちょっと綺麗にできるようになったけど、まだまだなんか隙間ある。前髪の達人になろうかな、なりたいな。今中3、今ね高校1年生でございますよ。JK らしい、びっくりした、 JK らしいことをまだしてないな、何しようよし、富士抹茶さん、富士抹茶、富士抹茶ありがとう、もいちゃん、誰も、ありがとう来ただよ。あ、噛んだ噛んだ、チタチタだよ。富士抹茶、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 ありが、ありが、ありが、あり、ありが、ありが、あり、ダメだ、ありが、ありがくま、何もかかってないけど
JK だよ、JK だよ、 JK でございます。あ、タマ来た。あらま、書く、書きます、ありがとう。サンフレッチェ広島ペッコリーノさんかな、ペッコリーノ、チタチタなのです、チタチタ、ありがくま、どうしよう、離れ目のクマを描く、あ、かわいい、ちょっと今日はいろんなパターンの絵を描きます、し、お、に、ちょっともっと字綺麗に描こう、いや、めっちゃバランス悪い、はい、藤抹茶さん、ありがくま、ありがとう、よし、ありがとうありがとうございます、いつもやったやった、そう、ちょっとねフォフォフォってね頑張りましたそう、 FJK ファースト JK、 ファースト JK だよ。でもね、聞いてほしい、まだクラスの人とね全然喋ってないんですよ。どうしよう、本当に結構本格的に友達ができるかかなりまずいところまで来てしまったんですよ。もうねグループできちゃって、どうしようどうしよう深刻な、人にね話しかけられないんですよねサンフレッチェ広島、これはサンフレッチェ広島と書きますねサンフレッチェ、一回だけね試合見に行ったことある、あれいつだっけな、小3かな、小学生の頃にね一回だけ見に行きました、広島さんありがありがくま、好き、ピッ、くま、つぶらなお目目のクマを描く、長田喉が変、長田しおり何か最初の配信の最初の方で変なところから声が出たせいで喉が変サンフレッチェ広島さん、ピッコリーノさん、ありがくま、ピッ、ありがとう、こちらつぶらなお目目のクマ、ありがとうございます、感謝勝利な、大丈夫です、頑張るぞ、お友達、人見知り、いや人見知りっていうかね、なんか自分から声をかけられなくてね、人からも声かけられないからちょっとまずいです。でもなんか元からのお友達はいるんだけど、なんかね新たにね声をかけられないのよ好きな味噌汁の具聞くか、私はねお麩が好きです、多分、あ、さつまいもも好きです、お塩パワーで頑張るぞ。高3の私もまだクラスの人と話せてない、あら、ちょっと一緒に頑張りましょう、クラスの人の名前覚える派ですか、なんか覚きはとはとは、でもね結構ちょっと覚えたクリームソーダ、たかじさん、違う、これ電球ソーダか、たかじさん電球ソーダありがとうございます、さとみ、さとみ、おっとっと、こんばんは、ありがとう、みやさん、ひまわり、ありがとうございます、しおりは自然いいんで、しおりのクラスメートになりたいです、すごいすごい学級ができるぞ、他人は私になろうかな、他人は私が他人になろうかなテッシーなっちゃんおじさん、だるま、ありがとう、感謝
とアシトンさん、長田子、ニコニコ丸顔ハタ、長田子長田しおりちゃんと友達になりたいね。同じクラスだったらね、ちょっと皆さんと友達になりたいな。もりちゃん、かわいい、10個、ありがとう。もりちゃん、こんばんは。北九州のよしひろさんでいいのかな、こんばんは。もも音楽、ハートありがとう味噌汁赤ですか白ですか、え、白かな赤かな、え、どっちだろう、赤かな、赤味噌、赤味噌派です、多分多分。よいしょ、おふおふめっちゃいいよね。タバタ、長田子、ちひろちゃんとありがとう。青のいためさん、かわいい、ありがとうございます。あ、まさきさん、あ、お城ありがとう。よし、書こう。なんか皆さんに今ね言おうとした、なんだっけな、忘れた、忘れすぎです。中世和樹さん、かわいい、あきおとさん、お疲れ、ありがとう。日本酒は頼んだ、日本酒、あれこれか、日本酒ね、めちゃめちゃに結構忘れました。まさきくん、ありがとう。そうだ、グーさん、長田子、なんかそう、長田楽器を作ろうかな。ゆきてるさん、ありがとうあ、お腹が空いた、なんでお腹が空いた、なぜ。味噌汁のキャベツ、え、あのね、味噌汁、お味噌に梅を混ぜ、梅を練り込んで、ん、梅を練り込んで、練り込む梅とお味噌を合わせてキャベツでね、食べたらね、もうとっても美味しいですよ。ももたん、アイスクリーム、ありがとう。ひなちゃん、ありがとう。リコッチ、リコッチ、だるま、ありがとうございます。数学得意そう。いやー、それがね、数学はね、結構ね、頑張らないといけない人です。でもね、数学好きなんだよ。なんか毎回言ってる、これショールームでお城を描く。ううん、これはお城じゃない、どうしよう、どうしよう。じゃあお城で私が待っているよ。長田あ、やばい、長が汚い。やん、し、お、に。なんかね、一時期ね、字綺麗に書きたくて、なんかペン字講座みたいなね、ペン字練習帳を買ったんですよ。でもなんかひらがなのとこでもうね止まっちゃってね、そこから先に進んでいないのです。まさきくん、ありがしろー、ありがとう。これは城で待っている私です。全然城じゃない、ごめんなさいありがとう。とひろくん、ありがとう。青のいためさん、ありがとう。たきぽりさん、おい、お久しぶりです。長田子、あ、歌おう、歌おうか、歌うぞ。何歌うもの、私今歌えない気がする、どうしよう歌うぞ。ゆらち、長田子、ありがとう。梅ね、めっちゃ好きです。なんかね、はちみつ漬けじゃなくて、おお、ちょっと塩辛い方がよく食べていました洗濯強化、あー、どうしようね、迷う中世和樹さん、尊い、ありがとうございます。よし、何を歌おうか。 K プラスさん、長田子楽しくです。ペン字の勝手すぐ止まりましたね。なんかなかなかね続かんよね。のこちゃん、長田子、ありがとう。え、何歌おう、何歌おう、どうしよう、歌えるかなと、やばい、今日ね声をねしっかり出していないな、いないな。ひなちゃん、長田子、ありがとう。どうしよう、でもね当分歌ってないから、ちょっとさすがに、さすがにじゃない、ちょっとそろそろ歌おうかな。
りょうさんとだるま、ありがとう。エビバッチさん、バッチバッチのバッチバッチ。長田子、ありがとう。何と、はっちゃん、おしおちゃんです。はっちゃん、はっちゃん、おしおちゃんでございます。あおいさんごしょう。あ、わがままコレクション、よい。なんかね、この間なんか歌おうと思ったんだよ。あ、お腹がすいた。三角ちゃん松井、ありがとう。あいかつの歌、私ね、ガラスドールがめちゃめちゃ好きでね、カラオケでなんか昔めっちゃ歌ってたあとね、あれが好き、あの放課後ポニーテールと、放課後ポニーテールね、本当に好き。なんかあとね、ゆりか様が歌ってる曲が好き何を歌おうか、何を歌おう、どうしよう、え、どうしよう、え、どうしよういや、わかる、だよね、いい曲ですよね最強チンガル、あ、ちょっと歌いこなせるでしょうか。ぐるぐるカーテンね、声ガラガラしてるよね、どうしよう、ね、ぐるぐるカーテン、ちょっとあのプレッシャーがすごい、ちょっと失敗したら怖いからやめようかな声どうしよう、変かな、変だよね。なんか歌いだして、うお、めっちゃ下手だってなったらどうしよう。なんか歌おう、でもどうしよう、なんか楽しんで歌えるやつにしようかなえ、じゃあよく歌っているやつにしよう。よく歌っててもそんなカラオケしてないもんねあーラララララ、どう、え、すっごい久しぶりだ。ああイエイイエイイエイ、いいよね。あ、待って、イヤホンさせんだ、やばい、めっちゃ久しぶりよいしょ、声聞こえますでしょうか。あー、あらららら、え、どうしよう聞こえる、よかった。マメプシ、長田子、今何分だろうあ、38分、了解です。では、行きます。聞こえるかなあー、やばい、喉が、ブレーキの側に回って、あ、やばい、そうそう、違う、どうしよう、いきなりだ
どうでした？あ、やばい、どうしよう、なんかもっとお腹から声出してくださいって感じだった。あー、ありがとうございました。ちょっとお水を飲んでやり直そうかな、違う曲歌おうかな。天使すぎ、あ、ありがとうございます。よかったです、よかった。でもちょっとリベンジしたいな。ちょっと外しちゃった、買いすぎました。あ、ありがとうございます。ちょっともうちょっとちゃんと歌おうかな。ちょっとお待ちを。やばい。あ、ちょっと今回はね、あまり、今回はというかあまりあれだったな、大丈夫だったかな。上の量出ないです。あ、よかったです。無理ちゃん、はい、ありがとう。中世和樹さん、長田くん。あ、なんかもうちょっとちゃんと歌おうかな、ちゃんと歌えるのでしょうかね。ちょっと青いレモン、あ、どうしよう、あ、出ない声か。あ、翔さん、感動しました。あ、よかったです。やばい、ちょっと下手くそだな、ちょっと。そういえばさ、あれだよね、私ノイミになったら歌ったことないかもしれん。でもそれもね、ちょっとね、ちょっとうまく歌えなかった時ちょっと落ち込むので。練習しておきます。すごい落ちたら、うまい、よかったわい。え、何歌おう、ちょっともう一曲だけ歌おうかな、ちょっとちゃんと歌う、ちゃんとじゃない、もうちょっと真剣に歌います。りょうさん、長田子、ありがとう。え、何だろう。歌は勢い、そうだね、勢いだね。どうしよう。久しぶりに歌った、ファーストラビット。歌えるかな、ファーストラビット。ちょっとうまく歌えるかしら、ちょっとな、何歌おう。STU さん、STU さん歌ってみようかな。落ちた。あ、待って、しかもこう、こうじゃん。 AKB さんの初日聞きたい、止まった。大好きな人、あれ見えてますか。見えてますか。どうしよう。ちょっと待ってね、分かった、こういう時こそね。ちょっと待って、よいしょ。重力に逆らっていきます。どうしよう、ちょっと待って、配信終わっちゃうよ、こんなことしてたら。あ、戻った、よかった。見て、かわいい T シャツです。よいしょ。よし。よし、どうしよう。ダメだ、今日15分、20分、30分くらい、どうしようって言っている。アミバレント、いや、ちょっとまた落ちた。原因が分かりました、皆さん、原因が分かりました。あの、カラオケしようとすると落ちちゃうみたいです。あれだね、多分私がちょっとあまりにもあれだったから、もうやるなということかもしれないです。いやー、ちょっとこれもまた、これもまたね。あ、これもまたね、うん、新しくていいと思います。じゃあこの画角で、いや、ダメだ、コメント読めない。よし、戻そう。ね、縦配信って言ったことないかも。よし、ちょっと今日歌うの諦めます。なんかね、カラオケの画面、カラオケ押すとね、落ちちゃうから今日は諦めます。そうだね、また調子を下げな時に
します。ちょっとちゃんと声を出しておきます。あすかちゃん、わあ、塾お疲れ様、ありがとう、ありがとう。よし、じゃあ皆さんお話をしましょう。そうなの、さやちゃんよくやってたの、こんなこと。ケープラスさん、祭りだ祭りだ。雄大さん、雄大くん、長田子、そうだよね、24ガールズ。え、そんな、あ、もう1年だ、早い。そっかそっか、早いね、1年だって。そう、そっか。そっか、早いね。いや、1年あっという間だから、ちょっと今年も大切に過ごそう。ももんがくん、だるま、ありがとうございます。皆さん、あ、そうだ、あのね、今日ね、ながらじツイートをしようとしていたんですけど、ちょっとあのメールテーマがね、思い浮かばなくてね、ちょっともうちょっと練ります。なんかね、大喜利とかね、やってみたいんだけど、その大喜利を私がうまくさばけない、さばけとか、そんな言い方あれだね。でもなんかうまくね、そう、皆さんが考えてくださった面白い回答を私がそんなに上手にね、対応できない気がしているので、ちょっともうちょっとやりやすいやつにしようかな。でもそれもまた挑戦だよね。どうしよう、大喜利お題もね、考えられないかもしれない。皆さんの技量が試されます。あ、ここでテーマ募集しようかな。そう、皆さんがね、あの前回の配信でなんかテーマ考えてくださった方もいて、ちょっとね、参考にさせていただいている。リスナーが考えた早口言葉に挑戦。なるほど、今日で夏休み終わり、わ、学校頑張れ頑張れ、私もだ、私も頑張れ頑張れ。コーナーテーマ募集するコーナー。よい、あれそうだ、あのなんか前回の配信でなぜか私のタグが できてしまいました。永田しおりは元気というタグが誕生して、なんか皆さんがね、いっぱいね、なんかそのタグでツイートしてくれてて、はあ、なんて優しいの皆さんってなっていました。ありがとう、ちょっとお待ちしています。テーマ、こんなの意味は嫌だ。良いね、すごい、皆さんセンスが素晴らしい。あ、皆さんコメントが、あれ正式タグなんかね、コメントを読んで、その時になんかね、そう、思いつきでね、言ってみた。いや、皆さんがね、それでツイートしてくれさっていました。今何の話してたっけ、すぐ忘れる。待って、もう50分か、どうしよう。ランキングを読む、55分に読めばいいんだ。あ、そう、コーナーの話か。どうしよう、なんか夏に関するね、テーマとは決めたんですけど、その夏に関するテーマ、どうしようとなる。夏の思い出、やり残したこと、何読もうかな。長田さん、こんばんは。よもぎわさん、やっほーやっほー。怖い話、ちょっと怖い話ね、いいね、ちょっと怖く読めるように頑張ろう。あ、セミに一言、リルチハート、ありがとう。元気ですか、ウルカシスさん、元気です。夏にしでかしたこと、やだな、怖いな。来るな。そうだ、あのね、あれ言ったっけ、なんか私あの小説でね、浅井亮さんの小説がすっごい好きでね、なんかその浅井亮さんと高橋みなみさんがラジオやってるのを最近知ったんですね。それでね、なんかめちゃめちゃ面白くて、
なんかもう本当にねずっと聞いててなんかねすごくねふふふふふふはははってなります。よいしょ。最近の好きなラジオ、最近よく聞いているラジオ本当に面白くて、なんか浅井亮さんのお話し方がなんかすっごい面白くて、そうお勉強しようと。あとね高橋みなみさんもねなんかめっちゃなんかなんていうの、すごくねお二人のねテンポ感とかなんかその相槌とかわかんない、うまく言えないけどすっごいね好きでね、めちゃめちゃなんか好きすぎて、もう最近本当にね寝る前にも聞いてるし移動中にも聞いてるし本当にずっと聞いてるの、ちょっとおすすめです。あと6分あそう余分なことっていうラジオなんですけど、もうね本当に面白いんですよ。よいしょ待って今よいしょペンポッチを閉めています。よしということで、なんか話が飛んじゃったんですけどランキングを読みます。ランキングを読みます。にょうさんバラありがとう。よし読むぞ。じゃあ100位から、なんか今日お話というお話はできていない、まあこれも良いか良いのか読みます。テッシー、なっちゃんおじさん、まさしさん、ひぐみつさん、けいさん、高橋シータさん、社内自由業さん、ジュラシックさん、アデイトさん、タオさん、リンゴさん、ミーユーさん、リルチちゃん、アカフルのナマさん、タマちゃん、アキオタさん、アオちゃん、これなんて読むんだっけ、あ、やばい、読めない、人、うん、漢字、勉強します。人、うんの光さん、ひできさん、ヘッドメルさん、永田しおりちゃん推し、まおちゃん、たかじさん、やまさん、はーたん、かずさん、ポッキーさん、指差しさん、のんちゃん、たけぽりさん、あんじちゃん、りこっち、ADK さん、くろすけ、くろすけちゃん、やっぴーさん、よしさん、ななあれさん、ゆきひと、イコラブ、のいみーさん、うん、てるりーのさん、AKR さん、いぶおくん、ふみやさん、たんたおさん、せいやさん、ジョイさん、シュータさん、アイカちゃん、キホちゃん、ももたん、のこちゃん、タイガさん、しおみこさん、インパクトさん、ゆきてるさん、ひろくん、まなめろんちゃん、ゆかりん、浅はかのヒーローさん、ばんけんさん、アストンさん、ひなちゃん、あーネットボさん、たくみさん、ピンちゃん、たかいちさん、クロナムくん、もえちゃん、うまい棒、木村さん、トム75さん、アーサーさん、フィンタン、K プラス、かっこ、タラスケレイさん、ゆうちゃさん、さあさあさあのさ、なべちゃん、なべさん、まきまきさん、にこにこ丸顔はたん、ゆうだいさん、なかちょさん、しーなさん、けぶさん、みょうさん、つっちーさん、ちーちゃん、あ、ちーさん、なっちゃん、たばたん、アーロンブーさん、ぐーさん、あじゃさん、えびばっちさん、のもきゅん、ミニオンリーダーさん、中世和樹さん、では10位ちひろちゃんありがとう、9位かかろさんありがとう、3位スパヒトさんありがとう、7位マメプシアットゴリラありがとう、6位サンフレッチェ広島さんありがとうございます、5位三角っちありがとう、4位藤抹茶さんありがとう。皆さんありがとう。3位、あれ3位って言った？あら、あれ ?3 位、森ちゃん、ありがとう、森ちゃん。2位、黒橋さん、黒橋さん、ありがとうございます。それでは、1位、まさきさん、まさきくん、ありがとう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 。ちょっと間違えて3位って言っちゃった。あれ私何位？あ、8位、ありがとうございます。ありがとう。よし読んだ、ありがとうございます。ちょっと今日はねちゃんと話せていないかもしれない、なんかそうありがとう、いつもありがとうございます。なんかねうまくね
普段全然なんか書いたりとか、あれ今何分だろう、今何分ですか、なんか話す時とか書く時とか、あと2分か、なんかうまくね話せないんだけど、ちょっとどうにかして皆さんにいつもありがとうの気持ちを届けたいんだけど、どうしなんかね全然うまく言えないから、最近ねどうしようって考えていた。ちょっと皆さんにもっとなんか形で何かを伝えたいなと、形というか目に見える形で、なんていうの、あーなんか思ってることとかをねちゃんと言えるようになりたいな、うまく、あうまく言えないっていうね、いつもありがとうという気持ちをもっと皆さんに伝えたいというなんかねもっともっと好きになってもらえるように頑張ります、などなどなど、ちょっとうまく言えませんが、いつもありがとうございます。ちょっと今日いきなりショールームしたんだけど、来てくれてありがとうございました。あと1分くらいかな、いつもありがとう、ちょっとこれからもよろしくお願いします。最初に好き、やったやった、ありがとう。あと30秒だ、あとなんだ前回バイトで今日友達の、あら来てくれてありがとう、全部が泣いてるよ、よしちょっとね語彙力強化していきたいと思います。語彙力の問題じゃないな、まあということでありがとうございました。おやすみ、いきなり終わっちゃう、ありがとう、おやすみなさい、あ、しおすみバイちゃん。